広島カープ塾を始めます。今日弟子4の方と一緒に、まあ、ターリー投手、アンダーソン投手、保留者名簿を外れまして、バック重契約、はい、そうですね、弟子4番でございます。ニック・ターリー投手34歳、ドリュー・アンダーソン投手29歳、11月30日ですね、来季の契約を結ばないということでした。共に来日2年目です。ターリー投手は今年44試合で7勝1敗1セーブ、防御率 1.74。アンダーソン投手は21試合で4勝1敗、防御率 2.20。鈴木球団本部長は年俸や年齢、新戦力との兼ね合いから総合的に判断したということですね。でコルニエル投手としては、3660万でプラス出来高払いで契約ということです。で成績の上ではターリー投手もアンダーソン投手もどちらもよ、まあ、悪くはないっていうか、むしろ良かったと思いますので違う理由かと思うんですけど、はい、それじゃあ塾長お願いします、はい、これはですね、現役ドラフトにかなり、めぼしい投手たちが入りましたので。そういうことですか。やっぱ兼ね合いなんですかね、これは。情報は入ったと思うんですよ。ターリー投手は明らかに、ね、まあ、鈴木本部長の額面通り年齢だと思います。30、もうそろそろと、下ってるでしょうと。ちょっとに、難しいでしょうと、落ちると一気に落ちるような年齢に差し掛かりました、はい、そうですね、残念ながらそれはピッチャー特にありますよね、で特に現役ドラフトにめぼしい選手がいる以上は、今回はまず外そうと、はい、塾長の方から事前にいただいたらですね、12球団の現役ドラフト2023年のリスト候補、今回 3人ずつ各球団が出してますけども、例えば阪神タイガースの馬場投手、秋山匠投手とかですね、馬投手だけ読み上げますと、カープの方は堀江投手を出すということなんですが、例えば DeNA は京山投手、坂本投手、ジャイアンツは高橋幸喜投手、ヤクルトでは原樹里投手、梅野優吾投手、それからあと中日の鈴木博史投手、橋本投手ですね、左右からオリックスの漆原投手、それからロッテの広畑投手、佐々木千早投手、それからソフトバンクの方では杉山和樹投手、岡田投手、それから楽天のは湯気投手、それから、西武は浜谷投手、それから、日本ハムの方からですね、名畑投手、名畑別、翼投手ということで、まあ、必ず一人は投手も入れてるという感じでしたけど、9年じゃ2人で、しかも結構年俸が5000万以下の選手を選んでますけど、結構高い投手が出てるなと思うんですけども、このあたりから目星をつけていくってことですかね。あの目星が つけてもいいだろうと、誰かしら取れそうな感じしますね、まあ、佐々木千早も尾形も、まあ、当然中日の鈴木橋本、はい、まあ、遠山坂本、まあ、当然馬場秋山ですよね、はい、まあ、高橋幸、原樹里、はい、梅野優吾、まあ、名前、まあ、カープが取るかどうかはちょっと、あるんですが、要は、彼らの名前が出ている以上、はい、ターリー・アンダーソンは、後から契約してもいいだろう。ああ、そういうことですか。一旦は他球団で契約されないんだったら契約のチャンスカープもありますよねっていう、再契約ってことですね、だけなので、なるほど、これは発表の前に当然12球団、ある程度、まあ、当然正式ではないにしても、
彼らが出てくるだろうっていう情報は12球団持ってたそうですね。はずなんですね。まあ、5人ぐらいのうち誰が3人選ばれるかぐらいの情報で。そうですね。だにしても、これであれば、ターリー、アンダーソンと契約する必要性がちょっとない人たちが、現役ドラフトの中にいますので、昨年の現役ドラフトが初めての年でしたけども、例えば、阪神の大竹、選手ですね。それから中日の細川選手。DeNA から中日。ソフトバンクから阪神と。例えばこの2名は、まあ成功したということなんで、現役ドラフトはこの制度は、まあ、うまくいったと。うまくいったと思いますよ。6人はうまくいってて、6人自由契約ぐらいの比率だとは思うんですね。はい。一人に対しての、自由契約者もいましたので。はい。となると、カープは、今、候補者3人現役ドラフトしますけど、塾長がおっしゃる通りですね。中村奨成選手、それから宇草選手、それから堀江投手と。この3人を出すけども、まあ、外国人、カープはターリー投手、アンダーソン投手ありますが、3人の枠のうち、一番3人ともピッチャー、少なくとも2人ぐらいピッチャー取ってきそうですね。私は2人ピッチャーだと思います。成立すればですね。右、左、1人ずつ、プラス野手。すなわち、例えば、中継ぎピッチャーとか取りたいところですか？やっぱターリー、アンダーソンですから。そこはこだわらないんじゃないかなと。ああ、先発でもいい。要は、一番私有力は中日の2枚ですよね。橋本、鈴木博士。橋本投手、今年の橋本投手良かったんですけど、これを出すっていうのはやっぱりいかに中日の投手陣が分厚いかってことは思いますね。分厚いですよ。いや、まあ、いくら悪くたって、枠い負けが多いどこだって、クオリティスタートはしてるん、はい、そうですよね。まあ、1イニング失点の多いケースもありましたよ。はい、あって、やっぱり枠い投手取ったかなっていう、まあ、場面がないわけじゃなかったですけど、一年通してみたら、やっぱり枠い。そうですね。橋本投手、僕、今年13試合しか出てないと言ったら、それまでです。15イニングですね。15と3分の1イニングで。1.17 ですからね。このピッチャー出すというのは、特に差はあるんですしね。そうですね。だから、まあ、ヤクルトは東海で原樹里、梅野優子、名前はありますけれども、今年ですね。まあ、今年1年だけの話なんで難しいんですが、東海ヤクルトで出てなかったっていう問題。それはあるので、カープが取りに行く必要はない。はい、そうですね。まあ、佐々木千早もちょっと怪我が心配だと。そうですね。で、それよりも、山本浩二さん、星野さん以外の時の、実は中日カープが全くトレードとかそういう関係がないせいもある。ソフトバンクの岡田とか、リチャードも含めていい選手います。いますよ、ソフトバンクとやる必要はないでしょうっていうのが私。そうですよね。あとはロッテの平沢が仙台育英とかね。そうですよね。だからこれを考えると、事前の情報で、現役ドラフト、結果どういう形のドラフト成立かは分かりませんけれども、はい。これのメンバーが、情報が手に入った時点で、ターリー・アンダーソンは、他のアメリカの 3A とかね、
まあ、メジャー契約はちょっとないとは思うので、まあ、3A とかアメリカで契約が成立しちゃったら諦めるけれど、まあ、要は現役ドラフトの後にまた交渉してもいいよねっていう判断。それはなんかあれですね、じゃあ本当のさよならじゃないってことですか、場合によっては。そうですね、誰を取れるかがわからないですよね。ですけど契約、まあ野球はプロで契約だということは別に何ら問題はないやり方ですよね。何の問題はないと思います。だからよくまあ青木選手、まあヤクルトの青木選手でも、まあアメリカメジャー契約、はい、メジャー、まあ要はあのテスト制扱いでキャンプに参加してくださいも含めて3月に決まるケースもあるわけですから、別にアメリカ当たり前な世界ですので、はい、焦る必要がないっていうのがカープの、はい、まあ青木選手を見てヤクルトの誰がどう見てもこうテスト制のわけがないですもんね。でもまあ一応テスト生みたいに参加して結局メジャー契約勝ち取ってって結局年俸5億ぐらいもらってるよねっていう選手になるわけですので、今あるルールを有効に活用しながらとなるとそういう枠になってしまう。まあ要は今回ここまで投手、しかも、まあ、右、左、まあ、阪神の馬場も含めて、はい、まあ、先発、秋山も、とうとう、まあ、佐々木千早でも、大型、まあ、ソフトバンク大型でも、はい、まあ、原樹里でも、京山でも、坂もまあ、左の DeNA 坂本でも、いますけれども、はい、もう、これだけ素性に上がってれば、何も、ターリー・アンダーソンである必要はないよね。そうですね、馬場投手なんか今年この優勝した阪神で結構投げてましたからね。しかもドラ1でやってるわけですから、はい、だからこの訴状、まあ、現役ドラフトのメンバーを見たときに、まあ候補が想定されたときに、はい、アンダーソンとターリーはとりあえず自由契約でいいだろうと。そうですね。だから、この速報の情報が最後までカープも分からなかったと思うんです。分からなかったというのは、見にくかったと思うんですよ。だから、11月の30日の期限ギリギリまで、外す、外さないの発表はしなかったと思うんです。なるほどな。そういうことですね。野手の方は、もうこれは西川がいなくなった時点で、もう内外野、まあ内野全部とかも、複数ポジションを守れる人の外国人を取るしかないと。なるほど。総戦力で戦うんだってなった時に、まず内外野守れる外国人と、内野全部を守れる外国人がもう素性に残ってた時に、西川が決まった時点で、はい、じゃあ契約しましょう。ってなってる。だって順序がそう。これ、だから西川選手とかもいろんな金ありますけど、一つの、こう、なんですかね、事情が全部繋がってる感じですか。そうですね。西川選手が、まあ、FA でいなくなると。もうこれ 100% いないと。はい。ここね、準備をしてあったのが、まず内野全部守れる人。うん、まあ、要は、これは残念ながら、マクグルーバーファーストしか、まあ、左投げなので、まあ、シュートでできて外野しかできないと。そうですね。まあ、レフトができるかどうかぐらいでしょうね。そうか。あの走力だとレフトがファースト。まあ、でもやってないので難しいでしょうと。ああ、怖いですね。なので、ここでマクグルーバーないと。はい、いや、今シーズンの成績も踏まえてとはいえね。はい、で、次に、なので、この代わりが内野全部守れる人。そうですね。マクグルーバー、今度は得点圏打率が低くて、はい、ジャイアンツ戦ヤクルト戦以外であまり打っていないと、そうですね、いうデビッドソンの問題があるとなった時に、内野全部守れる人を取って西川が空くんですよね、
スイカネとか、まあ、ある程度は不確定要素なわけですよ。今シーズンの後半、まあ、要は7月以降のスイカネを期待するわけにはいかないわけ。なので、逆に言うと、サード、ファースト、外野の外国人を、もう、リストアップはしてて、あとは契約待ちにしてたのを、採用しましたっていうのが、先に発表になりましたと。なるほど。で、今度、ピッチャーなんですけれども、現役ドラフトが誰が出てくるかわからないと。で、今回は、去年と違って、一人ではなくて3枠ですと。はい。そうですね。3枠になるってことは、ある程度の実績者が全球団1人入るでしょうと。そうでしょうね。これはもう見越されてる話ですよね。はいはい、まあ、言い方悪いけど、3000万以上もらった選手が必ず1人入るでしょうと。はい、そうですね。はい、そうですね。はい、そうですね。うん。で、二人は、まあ、なんていうかな、1100万から2000、3000万以下の、H 軍が投げたけど、結果が出なかった人という、まあ、現役ドラフト独特の、正式なルールの人が入るでしょう。しかも、ここには、要は、奪れないために、ドラフト、まあ、今回見てると、不分率で、ドラフト1位、2位は絶対入れなさいぐらい1位、2位の選手がみんな入りましたので、はいはい、これは多分、なんつうかな、鳴らしがあったんでしょう。なんかあるんでしょうね。カーブだと偶然と思えないですね。中村翔成2位、はい、おっしゃるとおりです。はい、これはもう平沢とか、アーティの馬場とか、もうみんな入れてますので、ここはある程度、浮いてるドラ1、2位は、はい、入るんだろうと。まあ自分たちも出す以上、相手チームも入れるんだろうから、まあ、これはもうターリー、アンダーソンは、もう、まあ11月30日で期限がありますのでね、期限内で契約はしませんと。はい、そうですね。で、ここで現役ドラフトでカープが見越された、右左の投手が取れなかった場合、はいね、はい、取れなかった場合にもしかすると、ターリー投手かアンダーソン投手というのは、通常ですね、あの新外国人の自由契約が決まってある程度すぐに出てくるのは、もう大体新外国人の名前出てるんですよ。そうですね、候補者。ああ、そうですよね。この人取りそうですと。だから自由契約なんだ、このピッチャーはと。人数余るのでと。ところが一切今回、新外国人情報は各球団、阪神以外は出てないんですね。はい、そうですね。これを見ると、もう現役ドラフトで取ってから各球団外国人選手の獲得交渉が始まるんだろうと。あの、もう、ある程度リストは決まってるので、あとは、正式契約発表待ちの外国人は、いるんじゃないかなと。カーブだけじゃないですよね。ジャイアンツも決まってないですよね。阪神以外は、オリックス、阪神以外は、ヤクルトも、まあ、当然、まあ、サンタナ、オスナは別にしても、別にピッチャーの新外国人は欲しいはずとかね。ターリー投手、アンダーソン投手が、二人ともカープかもしれないし、もしかしたら一人だけカープで一人は違う球団とか、日本の球団の頃からさ、結構ありますね。あの、私はあると思うんですよ。特にターリーはあるんじゃないかなと。あ、カープにもう一回ってことですか。カープも、もう一回。もしくは、パリーグですよね。ああ、あるでしょうね。まあ、カープからしてもターリー投手出す理由はないですもんね。まあ、ターリーを出す理由はないですよね。アンダーソン投手の方が怪我がちで、シーズン通して投げれない問題の方が、
多いわけですよ。タリー投手は、まあ、新井監督が言ったように、登板肩による二軍調整はありましたけども、はい、うん、投げてましたからね、本当に。怪我によるではないんですね、発表上で。そうですね。はい。アンダーソン投手の方が、ある程度登板、イニング数を重ねたときに、怪我離脱なんですね、うん。リリーフも先発も。ドームとかの方がいいんだろうなとは思いますね、アンダーソン投手は。そうですね。だから、これは下手をすると、ソフトバンクとか、そうですね。ジャイアンツあたり、あるかもしれないですね。はい。もしかしたら日ハムですよね。まあ日ハムは一応新外国人候補出てきてますので、ないかもしれないんですが。今のところ、まあ中日はもうピッチャー余ってるので、別に取る必要はないでしょう。ターリーと悪いけど、アンダーソンぐらいだったらいらない。日ハムの先発はポンセ投手でしたっけ？契約者は外れましたよね。外れましたよね。その先発枠を取るかどうかでしょうね。どうかだとは思うんですよ。多分ここはこの現役ドラフトにこれだけの投手陣が揃いましたので、はい、はい、そうですね。それがこの、ターリー投手とアンダーソン投手、もしかしたら一時的な契約解除かもしれませんけど、一時的な契約解除で、はい、まあ、戦力上で見ると、まあ、現役ドラフトは、まあ、行ってこいなので、人数が減るわけではないので、そうですね。実のトレードですので、ドラフトという名のトレードですので、そうですね。人数が、まあ、増える減ったじゃないので、そのままの人数ですから、はい、カープにしてみたら、この、自由契約にした外国人の2枠が空くんですよね。そうですね。だからもしかすると、これだけ現役ドラフトの名前が出て、うん、全部が 3-3 で全部成立がありえないわけですよ。トレードではない。ドラフト。あ、そうですね。そうすると、逆に言うと、1-1 しか成立しない。はい、そうですね。もしくは2-2とか。はい。だから、あぶれる選手たちが出たときに、カープにしてみたら、アンダーソンとターリーの空いた枠を、金銭トレードって手はあるんですよね。ありますね。もしくは本当のトレードっていう手が。ありますね。それもありますね。はい、なので、1、これだけのメンバー出てるのは出てますので、ターリー・アンダーソンに頼る必要、まあ、頼るつうか、後でいいだろうと。契約が彼らから見たら、もう、まあ、半分自由、まあ、なんつうかな、戦力外なんですね、その球団から言う。そうですね。はい、そうですね。はい。だから、取れる可能性がある人が名前が出たと思っていいわけですので、そうすると、焦ってターリー・アンダーソンと契約しなくていいだろうと。そうですね。はい。わかりました。これが多分、実質の自由契約の本質じゃないですかね。だから、下手をすると年、まあ、ターリーはね、34なので、ターリーは難しいと思います。ターリーだったら新外国人の左。はい。とは思いますけど。アンダーソンの年齢を考えて、はい。まあ今シーズン、まあ、まあ2軍の時からで言うと6月ぐらいから、リリーフをやり、先発をやりなので、はい、日本で言うとこの先発もリリーフもできる状態での、まあ、そういう契約になりますので、はい、もしかすると来年の、まあ、3月とかで、はい、外国人枠がカープに、余力があると、で、まあ、怪我人等々でやっぱり1人、はい、取らないといけない事態の時の再契約あるんじゃない、はい、
わかりました。はい、塾長ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。